おはようございます。はじめまして、私はゆうこです。それでは炭鉱大学へご案内します。おはようございます。今日はよろしくお願いします。こちらは給湯教室です。わあ、立派な建物ですね。ええ、こちらは炭鉱大学で一番古い教室です。1950年に建てられましたが、今でも使われていますよ。すごいですね。私もこんな教室で勉強したいです。実はここには有名な都市伝説があります。昔、仲のいいカップルがいました。ある夜、そのカップルは給湯教室で待ち合わせをしていました。しかし、男の人が来ないので女の人はとても怒ってしまいました。その後、女の人が自殺して女の幽霊になりました。その幽霊は給湯のお姉さんと言われています。それ以来、夜中、通行人がこの辺りを通るとき、女の幽霊が今何時ですかと聞いてきて、通行人が答えると怖い顔をするそうです。うわぁ、怖い都市伝説ですね。ちょっとすみません、お腹が空きました。そうですか。では炭鉱大学で美味しい食べ物を食べに行きましょう。